空気を読む、空気を読む、その場のね、シチュエーションとかを理解して、理解すること、空気を読むって言いますね。まあ、空気を読めないですよね。読めないんだけど、その場の、フィーリングを理解することが、すること、それをね、空気を読むと言ったりします。空気を読む。Read between the lines. Read the situation to understand the situation and act. 空気を読むのが得意です。空気を読めない男性は人気がありません。空気を読む。はい、空気を読む。これは日本人には独特な表現だと思いますね。空気を読む人が日本人には多いので、海外に来た時に、その日本人のね、行動にびっくりすることもあるかもしれませんけど、まあ気づかないことが多いかもしれないですね。なので周りの友達にですね、どんなことで空気を読むのか、ちょっと聞いてみるのもいいのかもしれません。今日は最後まで見ていただいてありがとうございました。